今年 GU からこれ1980円でもうすでに売ってるんですけど、これはあのチャンピオンのパーカーの、リバースウィーブだったかな、リバースウィーブの形に非常に似てるパーカーになってるみたいで、中もこの生地があの表の生地と違うくてあったかい素材になってます。これから寒くなったらこちらのパーカーは結構着やすいと思います。これがグレーとブラウンと黒を購入しました。まあ金額が安いんで、これは1980円あたりなんでかなりいいかなと思います。それとこちらですね、これはもう以前からユニクロさんから出てる分なんですけど、初めてこれの良さを分かりました。すごい優れてると思います。気に入りました。あとこちらが襟なしのシャツになります。これが M で、L も購入してみました。M と L と。これは着てみたサイズ感をお伝えするんで、無印良品さんで、安く売ってました。なんか価格変更あったみたいで、1000円安くなってたんで、購入しました。あとこれはユニクロ、これも金額的に安かったんで購入してみました。とこちらもユニクロさんで購入した分になるんですけど、 M サイズと L サイズがあります。こちらも着てみてサイズ感伝えたいと思います。ソックス、ソックスって結構難しくて、まあ手堅いネイビーとグレーにしたんですけど、これ結構ね、しっかりしてて、金額的に安いんでおすすめだと思います。あとこちらなんですけど、これもユニクロさんで出た、スフレヤン。スフレヤンハーフジップセーター。セーターで、僕ちょっと肌がね、よく痒くなりがちなんで、セーターは避けてたんですけど、このスフレヤンというやつは、ピリピリしないらしくて、で、試しで買ってみました。で、上に、クロワが一つと、こちら。グレー。で、このスフレヤンの、パンツというか、履けるやつが、この、グレーの一色しかないんですけど、こちらを購入しました。生地も柔らかくて結構ボリューミーです。いい感じだと思います。入ってみます。はい、着てみました。これからちょっと寒い季節になるんで、ベストの形のダウン。これね、何年も前から多分、もう、販売してるやつだと思うんですけど、この襟のところね、こうボタン、どういうかな。ここのボタンに、止めれるの知ってました？僕全く知らんかって。こう。これで着てみると、襟の部分がね、少なく、多分ジャケットとか着るときに見えへんようにできるっていうのと、
この購入した時からポケットが入ってます。収納できる袋、これいいですよね。もっと早く買えばよかったと思います。次、はい、こちらが M サイズ。この襟がないタイプなんで結構すっきりして見えます。こちらが無印になります。無印はこれ値段が下がってたんでちょっと買い頃かなと思って買ってみました。ユニクロの先ほどのシャツと比べるとこれも L なんですけど、結構なんていうんですかね、タイトな作り目でシルエットは綺麗かなと思います。はい、これはユニクロ U のメルシャツになります。これも値段的にはかなり安かったんで、でまあいろいろね、豊富な種類の色の中で自分に合うものを選んでみました。はい、こちらは M になります。これは L になります。はい、こちらは GU のパーカーになります。中期で見た感じこんな感じです。身幅は結構ゆったりめですね。サイズが L サイズですけど、全然袖もちょうどいいですし、L サイズで僕はジャストやと思うんですけど、フードのところもさっきのユニクロと違って結構全体的に固めに作られてるんで、ユニクロのやつももっと形が作りやすいですね。フードのところも。で、サイドもこう、ラインが綺麗に整うように作られてるのと、幅的にはちょっと広めかな。オーバーサイズで着るような感じだと思います。あったかい素材になってるんで、ユニクロのやつよりこっちの方があったかいですね。どっちかというと。もうちょっと涼しくなれば、こちらの GU のパーカー着たいと思います。